Ladies and gentlemen, welcome to Neko Niwa Channel. 皆さんこんにちは。Neko Niwa Channel の赤瀬です。アイブンです。今回は長野が生んだロードスター YouTuber エイデン黒猫さんの去年のお誕生日の時に送ったバースデーイラストの動画です。イエーイ。エイデンさんには YouTube や Twitter などで大変お世話になっており、ロドラゴンクエストの時には一緒にパーティーを組んだことから娘も大変エイデンさん大好きになってしまいました。家族全員で大ファンです。エイデンさん、このイラストは紙に鉛筆で下書きを書いて、それをスキャンして iPad で線画と着色をしてます。エイデンさんはゆるキャンの中では鳥羽先生が一番好きみたいなので中央に書いたんですけど、真ん中に自分から行くタイプではなさそうなので、千秋に先生真ん中行ってくださいよと押されているようなポーズにしました。あとなでしこのトイレ取りに行ってましたからね、なでしこ中央に置いておきました。でその横にりんちゃんを置いてみました。エイデンさんの動画に宝禅寺やドラマ版のりんちゃんのお家も出てきましたね。ゆるキャン聖地が近くてめっちゃ羨ましいです。りんちゃんが持っているのはエイデンさんが早紀さん、唐藤さん、そして我が家にくださった早太郎みくじです。そしてその横にえなちゃん、反対側に犬子で、中央後ろにエイデンさんの宿敵鹿のカリブー君、そして鳥羽先生となでしこにエイデンさんと NC ロードスターを持ってもらっているというイラストになっております。長野のプロムさんが発売しているりんちゃんのフィギュアがめっちゃ可愛くって、でそれを私がツイッターで可愛い可愛い欲しい、でも飾る場所がないって買うのを悩んでいたことがあるんですね。でエイデンさんがそれを拾って背中を押してくださって、その後そのフィギュアを買ったんですけれども、ロドラクエの時にエイデンさんがそのシリーズのイノコとエナちゃんのフィギュアをプレゼントしてくださったんです。こりゃ全種類集めねばと思ってなでしこをすぐポチったんですね。でうちの旦那はゆるキャンの中だったら千秋が一番面白くて好きなんですけれども、千秋のフィギュアの発売、しかも旦那の好きな間違えちきったのバージョンもあるっていうことで、そちらを予約初日にすぐポチったんですよ。そしたら千秋ちゃんコロナ禍で船に乗れないらしくって発売延期になっちゃってるんです。今いろんな業界で半導体不足や材料不足で納期が遅れてますよね。まさか自分の身にこんな風に降りかかるとは思いませんでした。千秋ちゃんが届いたらそのフィギュアのお披露目動画も撮りたいなと思ってます。皆さんお気づきでしょうか。犬子が持っているもの、それはエイデンさんの動画でも紹介された OL ちゃんを乗せた時の匂いの芳香剤です。高校生の犬子ちゃんが持っていいのかって感じではありますが、あとは窓枠でうまくエイデンさんの顔を隠せたかなと思っております。はい、こんな感じで完成です。こちらのイラストはエイデンさんのツイッターや動画でも紹介していただきました。ありがとうございます。もともとはエイデンさんのお誕生日に送ったイラストなんですけれども、なんと今日3月26日はエイデンさんの NC ロードスターの納車日らしいんですよ。いや私も知らなくって、さっきツイッターでエイデンさんにリプでいただいて初めて知ったんですけど、このイラストを送った時はまだ名前がついてなかったと思うんですけれども、先日エイデンさんが命名されていたのでこちらのお名前でお呼びしたいと思います。エイデン黒猫さん、おこたちゃん、3月26日納車記念日、ハッピーバースデー、また会いたいです。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。